どうも D チャンネルのデブソです。タイマー私デブソ外にいるんですけども、体を動かそうかなと思って散歩にね出かけようかなと思ったんですけど、どうせだったら何かしら企画にしてしまおうかなと思いまして、私デブソツイッターやってるんですけども、今しがたそのツイッターにですね、関東近郊内で、デブソに訪れてほしいところ、募集しますっていうツイートをしたんですよ。今回ですねそのツイートについた一発目の、関東近郊の場所に今から向かおうかなと。一体どういった場所を指定されるのか分かんないんで、非常にね今現在ドキドキしてますし、あのねこれを回し始めた瞬間にねちょっと雨が降り始めてるっていうね。先ほどツイートしてからですね30分ほど経ったところで1通ですねリプライをいただくことができました。ありがとうございます。そのリプライに書かれていた場所というのがですね、越谷レイクタウンっていうところでございまして、越谷は埼玉ですよね。ただレイクタウンはですね、まあ、JR 乗ってる時にね路線図とか上にあったりするんですけど、そこにね越谷レイクタウンっていう文字がギュッてね詰まっていて、どういったところなんだろうなって気になってはいたんですけども、越谷自体はですね、あのうちの元いたメンバーにヒラリーってのがいて、そのヒラリーが一回あの体調を崩した時に彼地元が越谷で、その越谷の病院に見舞いに行ったぐらいの頻度しか行ったことはないんで、一体どういった感じのところなのか、初めての越谷レイクタウン行ってみたいというふうに思います。ちょっとねどんどん雨足強くなっていってるんですよね。というわけで越谷レイクタウンに到着しました。多分この後ろに見えている黒い建物全部住宅地だと思うんですよね。いわゆる団地というやつでしょうか。結構な数ですよね。これだな。うな丼。みんなやっぱこのレイクタウンに行くな。いや思ったよりもなんかだいぶすっきりとしてる印象ですね。まあ反対側だからってのはあるかもしれないですけど、すいません。それでなんかやけにあの頭あんま外降ってないのにびしょ濡れになるなと思ったら、このここだけピンポイントで雨漏り起こってました。なんで全て主役してここだけになってんだ。まあもちろんメインはレイクタウン駅前の先ほどのでっかい商業施設だと思うんですけど、まあ、やっぱあそこはねちょっと人多くて撮影しづらいだろうなということで、ちょっとなるべくねそれ以外のところ周辺をブラブラしてみようかなというふうに思います。もうね駅から外れた段階でこう建物はいっぱいあるんですけどね、人気がそんなにないっていうね。駅から、ちょっと歩いてもう目の前に川があるっぽいですね。大相模調節池。はあ、これまたのどかで風情ある感じですね。いや本当ね、とりあえず一つ一つの建物でかくて、これはあれですね、さっきあの駅から見えてたいわゆる団地的な
集合住宅街だと思うんですけども、いやー越谷ともなるとなんかこんな洗練されたデザインになるんですね。もう一軒一軒がもうなんか自分から見たら結構デザイナー的な感じに見えるんですけどね。で反対側の方を見ると高校が見えると、越谷南高校かな。もうあの住宅地がね近くにあるってことは結構でかいマンモス校的な感じなのかな。こんな感じでね住宅地がずらって続いて、そばには川があって、座るスペースもなんかすごいなんか洗練されてる感じ。あ、カラスが通っちゃった。いやこういったところをチャリで通るとまあ気持ちいいでしょうね。そんでこの反対側のところにまあ道路があって、今ところどころにねこういう草花が生えてるんですけども、ひときわねこのゼロの限界これぐらいだな、この青い花がね周り見渡してもこの一輪しかないんですよね。あれ一体何なんだろう。はい、駅から川に沿ってちょっと出てきてつらーって歩いたところで、こんな感じでねまた通りに突き当たったんですけども、ここに来て霞っていう、これが多分食料品のスーパーなんでしょうね。ここで越谷のこの辺の人たちは食を浪してるんじゃないかと。すごいきっちりしてる。大概の人が車に来てチャリは本当まばらっていうね。もうやっぱ東京以外は車社会なんですね。さっき向こうから来て越谷南高校ってのがあったんですけど、そこからもうすぐこっち側には別の高校ですね。英明高校っていうのか。いやーやっぱ一つだけじゃないんですね学校は。すごい、おそらく街灯だと思うんですけど、こういう注意事項のところもなんかね中スケルトンにして石詰め込んでるっていうね、この注意事項だけでもなんか関東っておしゃれだなと思いますね。新潟なんかも普通にマイクロみたいな木の看板ですからね。で、先ほどの線路のところからですね、ちょっと渡っていって向こうに見えるのが、ちょっとここからじゃ見づらいかっていうか、この通いの広場っていうのがなんでこんなハスに構えた感じになってるんだ。いやーやっぱもうそういったところもスタイリッシュなんだな。あ、向こうに広場があるって感じなのか。いやーでその向こうがあれですね、ケーズ電機。ここでもうこの辺の人たちは金を買ってる感じなんですかね。これはうちの地元長岡にもありますね。新製品が安い、でも向上心は高い、ケーズ電機。すいません、ちょっと持ち上げてみました。でこのケーズ電機の反対側がどうもなんか広場っぽい感じみたいなんですけど、いいですね。車通りも全然激しくない。まあ実際出勤時とか走るんでしょうけど、いやー喉から、すげえドラマのワンセットみたいな感じのところだ。はい。でこの奥の方がなんか広場みたいになってるのかな。こう街の中のザ公園っていう感じで、まあ多分あそこ一般住宅なんでしょうけど、なんかもうそこはなんかミュージアムみたいな美術館みたいな雰囲気さえ感じますよね。おしゃれだなこの辺。遊具らしい遊具はねえな。で先ほどの公園を抜けたら、川っていうか貯水池ですね。あの先ほどのところからこうぐるーって回ってこうやってきたんですけども、ここはあの災害用に作られた、調節するための場所らしくって、雨がめちゃくちゃ降ったりとかして水量が増したら、なんかどっかしらの門が開いてなんか水量を調節するためのそういったところのエリアらしいですね。この辺は多分奥側の方がもっとその池の広いところに出ると思うんで、そっち行ってみましょう。レイクタウンの神髄をこの目で確かめてやるぜ。
信されてる。すんごい今絡まってる最中だ。これ絡まってる最中の花だからなんだっていう。はい、というわけでね、先ほど川沿いから沿ってですね、そこから、大通りを横断しまして、先ほどの川の、貯水池の終点ですかね、そういったのが見えてまいりました。それがこちらになります。はい、結構ね雄大な感じなんですけども、カメラ越しでわかるかな、本当ね広めな感じなんですよね。で周りはね、あのこんな感じで住宅街とか、広場、商業施設とかそういったのが栄えてて、なんつったらいいんでしょうね、ご安さも来るかもしれないですけど、なんか小規模にした感じの浜名湖になんとなく自分は感じましたね。せっかくなんでね、この周辺ちょっとぐるーっと歩いてみますか。まあそんな大した距離はないでしょうから。危ねえ、今これに当たりかけた。浮いてる。戻しておきましょう。ちょっと噛んだ。ここ大相模調節池は大雨の時に雨水を一旦貯めて洪水が起きないようにするための池です。このため大雨の後などに水辺の広場や遊歩道の一部が水没することがあります。調節池内の水辺の広場や遊歩道などの付近まで水位が上がっていった時には危険ですので、速やかに高いところに移動してください。一息でちょっと。いや、やっぱこういう水辺のあるところをぐるって一周できるっていうのは気持ちいいですね。何でしょう、越谷版皇居一周みたいな感じ。あのさっき見えてた池からこうちょっとね道それて歩いとってみたんですけど、なんか雰囲気ありそうな建物があったんですよね。これなんだろう。いやいいですね、この案内図の。もう日焼けしてひび割れて全く見えないのに放置してる感じ。よーく目凝らさないとわからん。いや凝らしてもわからん。先ほどの看板ところから道出てこっち見て、こっち見たらなんかアンパンマンがいるんですけど、あれなんだ。あーなるほど、保育園か。保育園の遊具であのアンパンマンの滑り台があると。はい、こういったところにそのアンパンマンのメーカーは遊具を売り出してるのか。いい商売だな。僕たち、私たちはお水。家系ラーメンもある。山岡屋の隣がこちらレインボーカフェ。なんだこれ、なんか牡蠣の貝殻みたいなのできた像みたいなのがある。あくまで自分の感性だけではしてください。趣味ある。はい、先ほど訪れた池のもう本当反対側の方に来ましたね。こっち側はもう本当にもう閑静な住宅街っていう感じの中にあるっていうので、向こう側にいた時と印象がねちょっとやっぱガラッと変わりますね。まあ、こっち側噴水もないからかよりのどかな感じがします。落ち着くならこっち側の方がいいのかな。そんでこっからの位置でもしっかりと見えますね、ケーズ電機。長岡の悠久山の動物園でもこんな近づけないぞ、カモは。凛々しい。なんて凛々しいんだ。アオサギかな。
しかもカメラ一旦止めた瞬間に飛び出しやがって、すごいもうワイヤーみたいな蜘蛛の巣張ってある。でその先のこれが多分あの池を調節するもんなんでしょうね。こういったので町の安全守られると。さあ先ほどレイクタウン駅からもうこうやってねぐるーってこう回ってこうやって戻ってきて、いよいよね終焉が近づいてきたんですけど、ほんとこっからここまでが全ての施設だとしたらマジででかくないか。ディズニーよりも広いんじゃないかこれ。というわけでですね、こちらがレイクタウン、ぐるりとね、散策してまいりまして、ほんとねもう町が本当全力を挙げてもう人間どころか植物動物とかも過ごしやすい環境を非常に整えてるっていう、そういう印象を受けましたね。歩いてるだけでも非常にこう安らぐといいますか、もう自然とジョギングとかもやられてますもんね。こういうね商業施設とか行かなくても十分楽しめるんだぞっていうのをねある程度証明できたと思いますんで、皆さんもね、こちらからレイクタウンお越しの際はですね、決してあの商業施設だけではなく、のどかに散歩を楽しむ、そういったのもねやってみてはいかがでしょうか。それではまた。